東京に向かう駅のホームで待つ友人から来た知らせは、少し変わった場所での子育てについてでした。張り巡らされた柱の隙間に鳥の巣が確認できます。ひなたちが餌を待っています。実はこの巣があるのは青森県にある JR 八戸駅の新幹線が往来するホームの真上です。撮影した男性はこんなところに巣があることに気がつき、思わず友人に連絡したそうです。専門家によりますと、鳥はカラスの仲間とみられ、通常木や電柱などに巣を作ることが多い中、こうして建築物の中でヒナを育てることは珍しいということです。 JR 東日本は巣の材料に金属などが含まれている恐れもあり、安全上の問題から近く撤去する予定だと話しています。